さて、現在東京ミッドタウンで開催中の恐竜科学博から注目の恐竜を中継で紹介します。今日はどんな恐竜なんでしょうか、木村さん。はい、今日注目の恐竜は肉食恐竜ゴルゴサウルスです。こちら迫力ありますよ。このゴルゴサウルスですね、この会場内で一番最初に出会う標本ということでですね、来場者の皆さんまずここに来て、わあすごいと驚きの声を上げています。このゴルゴサウルスのこの姿形、ティラノサウルスに似ているなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まさにですね、このゴルゴサウルスはティラノサウルス科に属していまして、ティラノサウルスが大きさ13メートルまで成長する一方、このゴルゴサウルスは最大9メートルほどということで、ティラノサウルスと比べると一回り小さいサイズということなんです。ただですね、この大きさの肉食動物ですね、こちらがこの地上をですね走り回っていたかと思うと、もう想像するだけで圧倒されますよね。さて、スタジオの桑原さん、今日はクイズです、はい、お願いします。このゴルゴサウルスという名前、一体どういった意味があるんでしょうか。名前のゴルゴとサウルスでそれぞれ意味があります。まあ、やっぱりあれですね、はい、スナイパー的な要素がね、遠目から敵を狙える恐竜じゃないですか。はい、ゴルゴのイメージからのご回答ありがとうございます。違います、ね、このゴルゴサウルスですね、凶暴な性格という意味がですね、この名前に込められていまして、ゴルゴというのがギリシャ語で恐ろしい、そしてサウルスがトカゲということで、恐ろしいトカゲゴルゴサウルスと名付けられているということなんです。桑原さん、勉強になりましたね。勉強しました、ありがとうございます。さあ、このゴルゴサウルス、ルースという名前が付けられていますが、この名前、絵を見てみますと灰色の部分が実際に見つかった骨を表しています。この指先や尻尾の先など、こう失われやすい部分まで見つかっているということで、もう本当に完成度の高い標本となっているんです。さあ、このゴルゴサウルスの他にもですね、貴重な恐竜たちの化石や標本を見ることができるこの恐竜科学博は来月12日までの開催です。以上、中継でした。